テニス界で一番のミニスカ、最高ランク26位のセクシー女王カミラ・ジョルジが優勝しました。概要欄にジョルジの過去の動画を載せておきます。よかったら合わせてみてください。優勝したのは2023年2月にメキシコで開催されたメリダオープンという大会です。ジョルジの優勝は2021年8月以来となる4回目です。笑顔が可愛いです。試合中の真剣な表情も素敵ですが、表彰式での笑顔は何とも言えないくらい素敵です。今大会はノーシードで出場し、3人のシード選手を破りました。ここ最近はランキングを落としていました。でもこの優勝で自信を取り戻してくれるでしょう。それでは今大会の勝ち上がりを見ていきましょう。注目すべきは準々決勝のスローン・スティーブンス戦です。スローン・スティーブンスといえば2017年全米オープンのチャンピオンです。ここ最近はランキングが50位台と振るいませんが、最高ランキングは3位なんです。そのスローン・スティーブンスとの試合で 6-0、6-0 のスコアで勝ちました。1ゲームも与えずに勝ったんです。これはプロの試合では非常に珍しいんです。ゼロがベーグルに見えることから6-0のことをベーグルと言います。6-0、6-0はベーグルが2つなのでダブルベーグルと言います。ダブルベーグルがどのくらい珍しいかというと、ジョルジにとっては12年ぶりです。12年前は WTA ツアーの下部大会である ITF サーキットでの出来事です。ツアーレベルになるとお互いレベルが高くなり接戦が多いので 6-0、6-0 は珍しいんですね。スローン・スティーブンスからダブルベーグルで勝利した後は、準決勝でシングルス最高31位のカタリナ・シニアコバです。シニアコバはシングルスの31位は十分すごいんですけど、それ以上にダブルスで有名です。ダブルスの絶対的な女王としてここ数年活躍中、全豪オープン決勝で青山柴原の青柴ペアが初優勝を阻まれたのもこの人たちです。ジョルジはそのシニアコバにも勝ちます。今度は接戦をものにしました。そして決勝戦はファイナルセットまでもつれましたが、最後は勝ち切りました。ジョルジはツアー屈指のハードヒッターです。他のハードヒッターのジョルジの違いは、守りのショットを使わずハードヒットで押し切るところです。ハードヒット一辺倒は強さでもあり弱点でもあるわけですが、最大の魅力でもあります。実はセカンドサーブ強いんです。きっとセカンドサーブでも攻めたいんでしょうね。これも諸刃の剣でダブルフォルトも増えてしまいます。プレーのスピードとテンポが速く、相手が追いつけないっていうポイントパターンが得意です。ジョルジには精神的なタフさがあります。ミスを量産してもエースを取りに行こうとします。メンタルが弱い選手には真似できないでしょうね。プレッシャーのかかる場面でも強気でいけるのが強みです。今大会はジョルジのいいところがたくさん出てきた大会ということなのでしょう。試合中の真剣な表情も素敵ですが、表彰式での笑顔は何とも言えないくらい素敵です。 SNS でのセクシーな活躍ももちろん素敵です。でもこうして試合で活躍する姿を見れるのはいいですね。優勝した勢いが続けば26位というキャリアハイの更新もあるかもしれません。これからもカミラ・ジョルジの活躍を楽しみにして応援を続けていきます。あなたが他に知っていることとかありましたらコメントで教えてください。コメント、高評価、チャンネル登録、励みになるのでよろしくお願いします。最後までありがとうございました。